ピット機関上、ニシキヘビの更新化した、ガラガラヘビの放火上下とも黒矢印は、ビコーピット機関は、爬虫古有林目ヘビア目の構成種が持つ、赤外線感知機関。単に、ピットとも呼ばれる。ヘビア目の中でもボアカ、ボアアカ、ニシキヘビカ、クサリヘビカマムシアカが、ピット機関を持つ。ボアカ、ニシキヘビカは、人間でいう唇にあたる鱗にあり、 更新化と呼ばれ、前者は、鱗と鱗の隙間、後者は鱗に、穴が開いたような形である。マムシアカでは、尾光と目の間に一体の身持ち、放火と呼ばれる。あまり視覚が良くなく夜行性の種が多い、蛇や木において、ピット期間を保有することは、夜間見通しが悪い中でも獲物である、小型高温動物の存在を察知することに、役立っている。特に西大やガラガラ蛇は、 他の蛇より優れており、目を覆われても獲物を追跡、捕食できる。ピット器官の構造トライジェイミネルナーブ、三叉神経、ポステリアやチェンバー、内空アンテリアやチェンバー、外空、ピットメンブレン、ピット膜。ありがとうございます。